川崎市には18名の食品衛生監視員がいて、毎日食べ物を扱う店を回っています。お正月用品の需要期を迎えたこの頃では、特に慎重な検査が行われ、食品を扱う人の手や衣服、また包丁などの器具類も科学的に調べます。こうして係員たちは市民の健康を守るため連日活躍しています。